小羽広幸は、トヨタ自動車株式会社の技術者。既婚。愛知県出身。大阪工業大学大学院終了後、1986年、トヨタ自動車に入社。入社後は、第6正義部に配属。1990年車真設計部。2000年製品企画本部に移動。新型、レクサスのコンセプト企画。HS250H の製品企画。 ハリアーコンセプト企画 CHR の製品企画開発責任者を歴任し現在はグレーンスーパースポーツの開発主座を務めるトヨタモータースポーツ出航券画像レーシングカンパニーグレーン開発推進領域グレーンプロジェクト推進部主座を経て2019年画像レーシングカンパニーグレーン開発推進領域グレーンプロジェクト推進部 CE モータースポーツ好きで知られ、業務の合間にサーキットへ通っている。トヨタ画像レーシング86、BRZ レースや鈴鹿クラブマンレースへ参戦するほどのドライビングスキルを持っている。VLN でも2016年に画像レーシングの C、HR レーシング、2018年にはリングレーシングから86のステアリングを握った。ありがとうございます。